はい、それでは両手を上に持ち上げながらスクワットを20回いきます。足は腰幅です。いきましょう。どうぞ。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10。もう10回いきます。どうぞ。1 2 3 4 5 6 7 8 9。ラスト10。はい、OK です。では足を閉じてください。バランスに入ります。右の膝を左の手でキャッチをしましょう。10秒間いきます。バランス1 2 3 4 5 6 7 8 9。はい、ではこのつなげる手足を後ろでつなぎます。後ろでキャッチです。10秒1 2 3 4 5 6 7 8 9。下ろしましょう。では反対側いきます、左の膝と右の手前でつないで10秒いきましょう。1 2 3 4 5 6 7 8 9。つないでる手足を後ろでつなぎます。10秒1 2 3 4 5 6 7 8 9。はい、 OK です。では下ろしましょう。では足をもう一度肩幅に開いていただいてスクワット2セット目です。20回いきますよ。どうぞ。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10。もう10回いきましょう。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10。はい、 OK です。では腕立て伏せに入ります。両膝を下ろして両手肩幅よりも少し広く取ってください。膝をついたままで結構です。ダウンタップを10回いきます。いきましょう。手と手の間に胸を落とします。1前に少し飛び込むように。2 3 4 5 6 7 8 9。ラスト10。はい、 OK です。では肩の真下に手を戻してください。お尻の真下に両膝を、手の幅と足の幅を揃えます。バランスに入ります。右手と左の足、遠く前と後ろにバランスを10秒間いきます。顎を引いておへそをこませて10秒。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10。では伸ばしている手足、肘、膝をおへその前で近づけて伸ばします。10回いきましょう。1 2 3 4 5 6 7 8 9。ラスト10。はい、下ろします。もう一度きれいな手の幅、足の幅揃えてください。反対側いきます。左手と右の足を伸ばしてまずは止まります。10秒1 2 3 4 5 6 7 8 9。はい、では伸ばしている手足、肘、膝、おへその前近づけて伸ばします。いきましょう。1 2 3
4 5 6 7 8 9、ラスト10。はい、では下ろします。では2セット目の腕立て伏せに入ります。手の幅をワイドに、肩幅よりも少し広く取ってください。膝抜き少し後ろです。手と手の間に胸が落ちるようにダウンアップ10回どうぞ。1 2 3 4 5 6 7 8 9、ラスト10。はい、 OK です。ではお腹に入ります。仰向けを作ってください。はい、背中を下ろしましょう。両膝を立てていただいて、両手ももの前に添えます。膝のてっぺんを目指してアップダウン、膝のてっぺんを目指して10回いきます。どうぞ。1 2、上がるときに息を吐きましょう。3 4 5 6 7 8 9、ラスト10。はい、OK です。両手を床に下ろしてください。足を揃えていただいて、両膝を胸に引きつけます。10回いきましょう。どうぞ。1 2 3。この時は引きつける時に息を吐きます。5 6、息を吐いて7 8 9、最後です。10。はい、OK です。では今の動きと前半の動きを組み合わせましょう。上半身から1 2で両手を床に、3で両膝を引きつけて、4で下ろします。ももの前に手を添えていきましょう。どうぞ。1 2 3 4 2 2 3 4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  2
右の足から45度に伸ばして床ギリギリまで下ろします。同じ軌道を通って帰りましょう。いきますよ。右足から左右交互にいきます。右足伸ばして床ギリギリ1、同じ軌道で帰ります。左足伸ばしてから床ギリギリへ2、右足どうぞ3 4 5 6、右足7、左足8、9、はい、もう一つ10、はい、両足を下ろしましょう。はい、では最後にもう一度下向きのうつ伏せを作ります。最後はキープの動きです。両肘をついていただいて体を一直線に、肩の真下に肘が来るようにセットします。膝を浮かせてお尻高くならないよう一直線いきましょう。20秒いきます。スタート。1 2 3 4 5 6 7 8 9、最後10秒です。頑張って。1 2 3 4 5 6 7 8 9、はい、OK、ゆっくりで両膝を下ろしましょう。お尻後ろにストレッチです。